新地町ですが、なんとなくね、なんだろう、歯が抜けていくようにね、家が潰されていきます。寂しい気持ちはあるけど、しょうがないよね。別に今日はここに行くわけではないんだけど、取っちゃうね、焼き鳥の看板、看板じゃない、提灯か。桜も葉桜になりつつありますね。一瞬でしたね。皆さんこんばんは。今日はですね、豊前谷飲み会ですね、ちょっと誘われて行ってきます。で、なんだろう、何回も断っててまあ、断った理由って金がないんですけど、博多においでよって言われて、博多で、まあ、往復5000円ぐらいでしょ。で、それで、なんだろう、いつも金払ってるの見えがあるからおいでって、それ怖いわみたいな、行くかそんなとこみたいなことが言ってあって断って、次がキャバクラ行こうぜって言われて、キャバクラか7、8000使うよなみたいな、今月は固定資産税来てて1万5000払いがあるんでですね、そんなんやったらさ、キャバクラ2回行けるんちゃうみたいな。まあそんなね、あの見ず知らずの女の子にそんな金を払おうとかそんな思わないんでですね、娘もいるし、娘のために使いたいわけですからね、ということでですね、それも断って、今日はスナックでね、休み飲めるということでですね、そちら行ってきたいと思います。豊前谷です、行ってきます。ちなみにスナックの営業時間になるわけで、夜9時なわけですよね。9時っつったら僕が、ね、動画編集してるか寝てるかなんでですね、なかなか平日かハードルが高いわけですけど、まあまあたまにはいいやみたいな、ね、断りまくってるんでですね、申し訳ないな。ちなみに V4 先輩なんでですね、行ってきます。そうそう、まだね4月の頭というところで上着着てるんですけど、夜は寒いですね、昼間は暑かった、そうでもなかったりするんですけどね、なかなか気温の変化が、あ、すごいね、なんかめっちゃ焼肉だ、あの勝ち組の匂いがしますね。いいですね、さすがグリーンモールということで、あの皆さんもまあ暑い寒いあるんですね、体にはご自愛ください。僕もね、釣りとか行くんでですね、夜釣りとかだと結構寒く感じることがあるんで、結構フリースとか重ね着したりとかするんですよね、この時期ね。この時期とかゴールデンウィーク過ぎぐらい前かな、結構寒いんですよね。チャンネル登録高評価お願いします。唐突にチャンネル登録高評価お願いしますと言うというね。ああ、ウニコさんもなんかおしゃれな店だね、行きたいけどね、まあ女もいないしというか、まあ、嫁さんと行くわけにもいかないんでですね、子供もいるしね、なかなか難しいところで。エストラストの宣伝、まあ残ってますね。ということで、豊前谷のコースにやってきました。相方はいるかな、僕が育った張本人なんですけど、探していきたいと思いますけど、いんのかな、9時約束だけど、あ、ギリ9時だ、いると思うんですが、どっかに、どこだろう。無料案内所増えましたよね、なんかどう使っていいか分からないですけど、僕の友達も働いてますが、友達か後輩ね、連絡でも待つかな、寒いですね。ちなみにこんな格好ですけど、下クロックス、めんどくさい、帰って寝るだけなんで、ね、あ眠い。探しごっかな、どっかおるかな、携帯も連絡入ってないみたいだし、まあいいや、豊前谷の夜の平日ね、火曜日からね、楽しんでいきましょう。スナックって行かないんですよね、まあ、友人がやってるスナックぐらいは何年かに1回ぐらいなんですけどね、ほんと行かない。さ寒い、なんか餃子の音は流してますね。あ、こういうところ来なきゃね。何やってんだこの尺団は。あ、いらっしゃるみたいですね。今日はあの殺人犯とか連れてなければいいですけど、冗談ではなくてね、本当に竹町ラーメンも行かなきゃな。今日は嫁さんにお小遣いを2000円もらってきたんでですね、ちょっと足りないかなって感じだね。竹町ラーメンまではね、行かなきゃ。ハンターの同期の人がいました。ちなみに市役所規模、会社のハゲでデブなおっさんがいましたね。あの僕が一回パワハラチクったら降格したんですよ僕の後輩、V の後輩をね、パワハラしやがってってことでですね、チクってから、プロスに行ってやりましたけど、そんなのもある。ここ結構人入ってんの、これ何屋さん、肉酒場なんだか。へえ、相方この辺にいるって思うんですけどね、多分完成通り抜けてきてると思うんですよね。豊前谷の真ん中ら辺にいますってことなんですけど、探しています。いらっしゃいました。髪が短くて爽やかな感じになっております。お取り込み中なので、方面祝いとかそんなこと言わなければ大丈夫でしょうそういう裏事情を聞きだったんですけど、表は出せませんけどね。マジかわいいね。いや、まだ髪巻き途中、すいません、何言われるんですか。いや、これ途中じゃあ僕もそれでいいです。痛
旦来るまで芋でいいですか。本物の黒木ですよ。一緒でいいですか。一緒でいいですか。麦と芋と米やったら一緒でいいですか。おいまーし、露出が高いですね。いいとこだ、露出が高くて。今日はどういったあれでお呼びいただきたいですか。いや、多分普通に写真読みしようかな。 ありがとうございます。たまに、たまには、たまには。そうですね、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。まあ、分野の後輩なんで、分野の先輩なんでですね、こだわりもないんですよ、お金の面以外では。いや、全然大丈夫。金銭感覚はちょっとできないんで。時計なんですか、これ。これぐるぐるっていうところです。今日はおしゃれなルパンと飲んでいます。ルパンじゃないっちゅうみんで。ルパンです。女の子いじり倒したらハブってたりするもんね。いやまあまあそうですね。あんまりいじりすぎたね、ちょっと傷ついちゃう。あんまり取っちゃいけないんですかね、はい、セクシーでいいですね。ルパンさんに言われます。GLP なんとかみたいなんで、まあマッハで安くらしいけど。いや、そのインドの薬は糖尿の薬すごいっすよ。うん、まあ国内でもありますよ。1万ぐらいで多分飲みやすいで、青とか赤とか黄色とかの薬じゃないですか。毒々しい、毒々しい。でも1週間で10キロ痩せる。マジですか。いや本当にある。国内でも、国内でもできる。GLP-1 だったかな、うん、GLP-1 ネットで一応医師の処方いるけど、だからそういったネットの診断とかできる。覚えてくれ。パンツは映らないようにお願いします。パンツ何色ですか。パンツ何色と思います。日本人じゃないの。日本人です。質問めちゃくちゃ失礼ですね。失礼そうかかってたらいいよ。もう追いつけないですね、完全に。その顔でとか言わないんですよ。おっぱい取らさせて。いいぞ、すげえわ。北区です。北区のどこなん、はい、水ならシーバスリーガル。だってもうインスタ載せたもん、この人。インスタ載せたもん、この人やめて。彼女募集中です。本当はお祝いしたかったんですけど。いや、そんなことしてなかった。あまりね、ネタも、なんかいいとこ行くっていうのも感じないし。いや、夏休み宿題で。浜上ね。はい。はい、教科書を写してこいと、はい、20ページぐらいだったかな。意味がないページ。そうなんですよ、はい、意味ないんですよ。教科書があるのになんで写す必要があるの。そしてそしてそして自分セブンイレブンでそれコピーして出したんですよ。邪悪。そしたらしゃもじでビンって払い出すの。まあそうでしょうね。あと中1の時の作文コンクールで、あれ強制やったじゃないですか。知らんけど強制やったやん、コンクール出すの、はい、でその作文書いた後にその作文に関係する絵を描けた、はい、残った枠、はい、余白に絵を描けってあったんですよ。マンコの絵描いて提出したと。自分はそれは1っすね。それ1やそれは1。なんで1をもったいない。これが分業です。分業ですね。これが分業。面白かった。7万円は7万円ぐらい払ってやるんですよ。そうっすね。おっぱいないし。これもうもぞもぞする。それは言わん方がいいですよ。おじゃん、絶対顔やる。時計だったらわからんなって。時計詳しくないんで。ほっとけ。あー、すいませんでした。注射嫌ですよ。何、うん、チューとかしたいの。ロレックス。あれいけ。パイオツでチャンネル登録数とか紹介してもらおうと思ってるんですけど、ずるいな。まあでもそれができればね、いいですよね。今11時だから、はい、帰って寝ないかなって感じがしますけど、またお願いします。すいません、ありがとうございます。ビヨン先輩に感謝です。いいな、楽しそうだな、本当。お前らちょ、ハグして、ハグハグハグ、いい、やった、マジ。ちょっと待って、よだれが出てる。いやいやいや、次です。それだって、ちょ、ハグして、ハグ今ですか。撮ってからの。あー、やってほしいな、動画的に。そんな感じ。どっちがいいですか、どっちがいい。お前から来いや、大体待ち構えとこ。バカらしいよ。なんで、なんで。ありがとうございました。あったパイオツ会でチャンネル。パイオツ会でチャンネルだ。これは顔出して。飲み屋しとるから友達なんか顔言わないんですよ。パイオツをね、YouTube でなんか
どうどうしたいんですよ。いやいやいや、もうやめてください。パイロットから背中の感じをね。すいません。よいしょ、今日は終わりです。ということで、キャバクラ、じゃない、キャバクラスナックから、おそらくなんか加えていったんですけど、なんだかんだ楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。ということで、チャンネル登録、高評価お願いしますって言えないよな。うん、いいとこですね、ブゼンダー。ということでした。バイバーイ。